はい、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、5歳若く見えるスタイリング前の土台作り、これについてご紹介します。そもそもなんですけど、朝と夜でドライヤーの乾かし方って皆さん同じようにやってませんか？そもそも考え方が夜と朝の乾かし方が違います。夜はどちらかと言ったら保湿をメインで乾かす、朝に関してはスタイリングがやりやすいように乾かす、これの違いがあります。今日はその違いも含めてご紹介していきます。では早速ご紹介していきます。夜の乾かし方です。まずね、結構夜寝る時っていうのは髪の毛の保湿が大事になってきます。なのでこういったオイルタイプのトリートメントをしっかりとつけて乾かしていくと。で、乾いた後にまたねオイルを表面につけていただいて、より保湿をしてあげると。そうすることによってね、朝そこまでのパサつきだったり出にくくなる状態になりますので、なるべく夜乾かすときは保湿オイルだったりとかの保湿が大事になってきます。じゃあ次に、朝スタイリング前に乾かす方法なんですけれども、夜みたいな感じでオイルをつけて乾かしてしまうと、朝って皆さん大体アイロンだったりとかコテを使う方が多いと思います。オイルがついた状態でアイロン、コテを通してしまうとダメージがめちゃくちゃ出てしまいます。なのでこの方法は NG で、逆に朝乾かすときはミストタイプのトリートメントだったりとか、あとはミルクタイプのトリートメント、こういったものをつけて乾かしていく。そうすることによってね、表面にトリートメント成分が残らない状態になってます。髪の毛の中にトリートメントが入る状態ですね。その状態でコテだったりとかアイロンでスタイリングしてあげるのがベストです。では今回はミルクタイプのトリートメントをつけていきます。この時ね、結構つけすぎもあんまりおすすめではないので、毛先につけて、でこの時にね、しっかりとね、こう何箇所かこう小分けにしながらつけていくのがベストです。である程度ね、こう手でつけながら、で髪の毛、ね、ちょっとついてる感というか少しぬるっと感があるように全体的にしっかりとなじませていきます。で、櫛だったりとかでね、少し溶かして全体にトリートメントを行き渡らせる、こんな感じでやってもらってもいいかと思います。では次に乾かしていくんですけど、多分皆さんお風呂上がりで乾かす前ってこういう風に分け目ってなってないですか？これだともうここでしか分けれないっていうのと、根元が結構ペタンとしてしまいます。なのでできればこの分け目っていうのを櫛で一回ね、後ろだったりとかに溶かして分け目をなくすようにしてください。この状態で乾かすのがベストです。じゃあ次にどこの分け目にしたいかっていうので、まず今日のまあ分け目のポイントとしては、ちょっと右寄りの 7-3 パートで分けていこうかなと思います。で、だからといってここで分けてしまうと、分けて乾かしてしまうとペタッとなってしまいます。なので分け目を隠した、まあなくしている状態で反対の方から乾かしていく。なのでまあこっち左パートにするように乾かしていくと。でこの状態で8割ぐらい乾いたら右パートに戻していく、こんな感じで乾かしていきます。そうすることによって根元がしっかりとふわっとしてスタイリングがしやすいような乾かし方になります。ではドライヤーで乾かしていきます。まずは乾きづらいこの耳の後ろ、襟足の部分ですね、この辺から乾かしていきます。では後ろの部分が乾いたら、次サイドの部分を乾かしていきます。サイドの部分が乾いたら前髪と表面の部分を乾かします。さっき言ってたように右パートで分けていきたいので、左から右に向かって乾かしていきます。これでだいたい8割ぐらい乾いた状態です。でこの状態で分け目を戻していくと、分かりますかね、ちょっとこうふわっと根元が立ち上がってる感じ、この状態で最後まで仕上げで乾かしていく。そうすることによって分け目、根元にボリュームが出てバランスがいいシルエットになります。仕上げのドライをやっていきます。こんな感じで乾かし終わった状態です。ちょっとね、トップにボリュームが出てふんわり感が出てる状態になってるかなと思います。はい、ということでこんな感じでね、5歳若く見える土台作りの乾かし方
をご紹介させていただきました。結構ねボリュームがふんわりとして形が綺麗になったかと思います。で次に大体皆さんねこうアイロンを入れたりとか、まあ、される方も多いと思いますので、次回はアイロンの入れ方についてご紹介していきます。今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。今後も皆さんが綺麗で可愛くなれるような動画を作っていきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。